Yeah!
받게 돼!
お前がこの1年でいろんなすげえ戦いしていろんなすげえ相手と防衛戦してきて、そしてプロレス大賞 MVP いや何賞をもらえるか分かんねえけど、それぐらいまで名を挙げたお前に俺っちがたった1日だ、 12月25日、 1年全部奪い去ってやる。あんたならトーナメント上がってくれって信じてたけど、そんな膝の状態でこの俺に勝てるんすか。今年1年デスマッチ界 引っ張ってきたこの俺に、そんな足で勝てるんすか。俺は勝てると思わない。でも葛西潤という刺激はいつ何時どんな状態でもすごい試合ができる、そう俺は思ってますよ。でも徹底的に12月25日はあんたの膝潰して俺が 武田正史の1年完全に勝たせていただきます。さっきプロレス大賞 MVP とかそんなこと言ってたけど俺はそんなもんいらねえよ。12月25日あんたとすげえ試合して、そして勝つのが俺の MVP だ。 あんた夏に刺激とか言ってたけど、 あの夏以上の刺激を俺が与えてやるから覚悟してもらってろ。おい武田、今更だよお前。覚悟まだあってな、デスマッチやってる時から持ってるんだよこの野郎。おいお前この1年突っ走ってきて疲れてるんだろ。 これぐらいのハンデあった方がいいわ。12月25日お前にとってもこのお客さんにとっても俺っちがサンタクロースになって、今日は皆さん ご覧いただきありがとうございました。12月25日後楽園ホール約束通り武田の目の前に立って愛知のベルトに挑戦することが決まりました。さっき武田が言ったけど覚悟なんてもうお前も 俺っちは生まれた時から持ってんだよ。12月25日最高で最強のクリスマスをプレゼントしてやるから、ご来場よろしくお願いします。